アジカンは密教の根本経典の一つである大日経において書出し、主に密教において説かれる瞑想法であり、日本では平安時代の愚法大師空海によって伝えられたとするものを指す。アジカンは歴史上の愚法大師空海のつてとされる自相の中で現存する数少ない違法の一つ。日本の密教で自相と呼ばれるものは、 全て、四度建ての手法を基本としているが、実際には、空海以来の直伝ではなく、平安末期の皇居大四角版の著作をもとにして、鎌倉時代から始まったものである。平安密教の終焉は、相次ぐ戦乱や飢饉に加え、元略2年に京都一帯を襲った大震災によって、首都機能が崩壊して、時の貴族政権が倒れ、国家仏教であった、 新言宗と天台宗も主要な施設と人材に、甚大な被害を受けたことによる。これに対して、コミックの児相の中に、歴史的な変動をかいくぐって伝わり続けたものがあり、その代表的な手法の一つが、アジカンであった。アジカンは別名を、アジカン洋画とも言う。新言宗の児相では、大日如来を表す梵字が、月輪の中、蓮華の上に描かれた軸を見つめて、 姿勢と呼吸を整え瞑想する。もともとは、新言宗の僧侶が修行の方法として実践していたもので、新言寺院に伝えられていた。トレーニングの瞑想法として同法に、素足感素足感そ足かん、阿足そ月輪ん、あそくか等がある。これに関連した密教の瞑想として、同じく大日経に基づく、大蔵解放に見える各種の、 五輪館加えて、十八経印に基づく五神法と今後を去った玄味観に基づく三密館がある。近代の頃には一般の寺院では行われなくなるが、その後も古式にはアジカンを授ける前に五神法家業があり、五神法折り紙や五神法切り紙を授け続けている。アジカンについて古典の一つ、アジギにはアジカンの功能として以下のように述べている。 原稿のアジカンと古法のアジカンの違いが感じられて興味深いものがある。日本の密教が伝えているアジカンには原稿のアジカンと古密教のアジカンとがあり、その内容には大きな違いがあるので比較となるよう以下にその簡単な次第の例を挙げる。日本密教の一般的なアジカン原稿のアジカンには先に触れたように素速感、あそ感、 月輪館等の補助的な瞑想法がある。日本密教の古密教のアジン。ありがとうございます。